アフガニスタンでとにかく地元の人たちのための食料の確保作るということですね、農業で。それから水が必要で水を引っ張るということを徹底して活動でやり続けている日本人医師の中村哲さんに関してのご紹介なんですけれども、お医者さんなのに徹底してそういうことやってるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、まさにやってらっしゃる活動は医療なんですね、広い意味で。例えば先進国で言えばですね、寿命がこんなにも伸びたっていうのは薬の影響っていうのは本当にごくごく最近でありまして、ベースに衛生と食料が豊かであるっていうことによって寿命を伸ばしたってことがあるわけですね。まさにアフガニスタンでやられてること、中村さん、これ医療だというわけなんですね。ご覧ください。アフガニスタン東部ガンベリ砂漠、去年4月。照りつける太陽の下、男たちの笑い声が響いていた。ルーナーズマカバンデーダー、タクリバンスタンドゼベンデスソキロダーザルビティングソーゼラーセルキリダー。嬉しそうに笑う日本人医師中村哲さん。この乾いた土地から半年後には3トンを超えるピーナッツができるという。それは8年前に始まった。中村さんは医師でありながら用水路建設を計画。アフガニスタンでの長年にわたる医療活動から、病気を防ぐにはまず清潔な水が必要だと気づいたからだ。用水路が伸びていくにつれて、感染病などにかかる子どもたちの数は確実に減っていった。農地が回復するにつれ、避難民たちも戻ってきた。今では衛星写真にもその仕事の結果がくっきりと映し出されている。長い歳月をかけて築いた 25.5 キロ、砂漠の中の真珠という思いを込め、マルワリード用水路と名付けられた。その最終地点にあるのがガンベリ砂漠だ。その砂漠にもようやく水が届き、小さな緑が芽吹いていた。アフガニスタンに植えられたピーナッツの芽。水とお日様があれば、かなり豊かな土地になるんじゃないかと思います。農業が栄えるために持ってきたわけですから、これが最終ゴールに近くなったということになるでしょうね。しかしそのわずか3ヶ月後の去年7月、隣の国パキスタン北西部一帯に大雨が降り続いた。洪水が町を襲い、赤茶色の水が辺り一面を覆った。死者は2000人以上に上った。被害はパキスタンと国境を接してすぐ隣にあるアフガニスタンにまで広がっていたが、その現実はほとんど知られていない。洪水の被害が出ている時も報道されるのはテロ掃討作戦に関するものが大半だったからだ。大雨が降った当時のアフガニスタン東部の様子、勢いを増した濁流が押し寄せていた。橋も崩れるほどの勢いだった。アフガニスタンでもこの洪水で100人近くが亡くなった。洪水から3ヶ月後の去年10月、被害に遭った村を訪れた。石で作られた家が洪水で壊され、人々はテント生活を強いられたままだった。トウモロコシ畑だったという土地はすっかり砂で覆い尽くされていた。ドシペドラズバジェウジェルダシンバワクティ。
突然襲ってきた大洪水に村人たちはなすすべがなかったという。中村医師に対しても洪水は深刻な打撃を与えていた。洪水被害の復旧現場、足元が不安定な場所でギリギリまでショベルカーに近づき指示を出す。ダーセイカットシーダーコスターカリガランシタディカランダンバトールダセオバスアルセダマライアルドワジンダオーダーオッサマルブリダチェダーディコアザキラト。中村医師はマルアリード用水路を作るほか、地元に古くからある用水路の手直しも行っていた。洪水によって大きな被害を受けたのだ。実はここは非常に重要な水路だった。この地域にはマルアリード用水路以外にもおよそ300年前に作られたという釜用水路がある。30万人もの人々が暮らす穀倉地帯を支えていた。地域の人々を助けるため、中村医師は釜用水路の復旧を急ピッチで行っていたのだ。釜という場所がですね、一番農産物の生産が多いところで、このニンガルハール州の中では最も重要なところですね。30万の人口が増えるかどうかの問題ですけど、やっぱり誠意を持って答えないと。洪水が押し寄せていた最中も中村医師はアフガニスタンにとどまり水と格闘していた。その時の様子を現地スタッフが見ていた。中村医師は用水路の包みを自らショベルカーで壊し、大量の水を外に逃がしたという。ډیر خلک مرکی گی دا موتازو دا حرکت کو وسی دا حرکت کو خطر خو مونږ به کی موتس کولا خو ډاکټر صاحب دا وو چې مونږ د کامې د بچ کولو لپاره موتال چې درو اړ کی.命がけの作業の結果、大きな被害は川と用水路が直接接する部分だけにとどまった。用水路の先にある村や畑に大量の水が流れ込むことはなかった。この水が来るとどうなるかというと、かなりの村落にこれが流れ込むわけですよ。下の方が崩れると元も子もないんで、とりあえずは人命で、その後水路がどうのこうのというのは後から考える。釜用水路の復旧工事は現在も続いている。ではもう一つの用水路、中村医師が作ったマルアリード用水路はどれほどの洪水被害を受けたのか。その場所へと向かった。中村医師が8年もの歳月をかけて築いたマルアリード用水路、ここにも大量の土砂が押し寄せていた。多くの人が集まり、背丈ほどもある泥の山をかき出していく。このような場所が用水路の数箇所で見られたが、それでも水は流れていた。中村医師が洪水に対していくつかの備えをしていたからだ。その一つが用水路の途中に作られたこの大きな池だ。川から流れ込む大量の水や土砂をこの池が受け止め、用水路が決壊することを防いだのだ。堤防にも工夫をしていた。よく見ると針金を編んで作ったカゴに石を入れ積み上げている。ジャカゴと呼ばれる手法だ。中村医師はそこに柳を植えることによって堤防をさらに強固なものにしていた。この柳の根っこがですね、小さい網の目のようになって、その石の隙間に入っていくわけですね。
まあ、金網の耐久性というのは15年と言われておりますが、これが柳がびっしり入り込みますと、それがいつまでも持つと。もう5、6年も経ったところを見ますと、ジャカゴの網が見えないくらいいろんな植物が生えてですね、自然の川に限りなく近く見えると。アフガニスタンのために重ねてきた年月、中村医師はかつて砂漠だった場所へと向かった。そこには黄金色に輝く稲穂が広がっていた。中村医師が試験的に植えた米が不毛の大地だったこの場所で見事な実りを迎えていた。若者から老人まで村人たちが総出で稲を刈り取る。稲だけではなかった。綿花やサヤエンドウなどさまざまな作物が実っていた。取ったものを口に放り込んでいく男たち。まだ生だから何とも言えませんけど、これ味もいいと思います。千葉のやつにつながらないでしょうね。ピーナッツだった。大きな実をつけたピーナッツが鈴なりになっていた。いやー嬉しいですね。予想以上の出来栄えじゃないか。アフガン中でこういうことが起きてほしいですね。でそうすれば治安も良くなるし、みんな食っていける。で、そういうふうになるように努力はしますけども、私もいつまで生きてるかわからないんで、その亡くなった後も誰かが引き続いて、本当に国家的な事業として継続してもらいたい。稲を脱穀する音が鳴り響いていた。地元の人たちが生きていく喜びを感じるために尽くしている中村さん、2008年になりますか、同じ会の伊藤和也さんが命を落とされました。しかしこの伊藤さんの思い、そして中村さんの思いが水や柳の根っこに溶け合って、大いなる自然の動きがあるようにも見えました。洪水でテントの中で暮らしている小さな子どもたちのあの笑顔、あの表情につながっていくような気がしました。